紡ぐ 1% の初恋最終話。ただいま。おかえり。遅くなってごめんね。ママ帰ってきたで。よしよし、いい子にしてたかな。ええ子やったな。流星くん、内覧の時間大丈夫？うん。良さげな物件なの？うん、前に見たところより良さそう。競合店が多い場所なんでしょう。まあ美容室はどこ行ってもたくさんあるし仕方がないよ。そう。紬の方は？うん、しっかりと勉強できそう。へえ。説明会があるから参加しようと思う。ええやん、なんか生き生きしてるな。ブライダルコーディネートの資格はずっと取りたいと思ってたから。ああ、どうした？仕事の話ばっかりしてるから拗ねちゃった。つむぎ、あれ、うん、ほら、こっちこっち見て。ママのキーホルダーが大好きなんだね、リンちゃん。なんでやろう。さあ。ちょっとリンちゃん、じっとして。はーい。ママが来たらご飯行こな。うん。何が食べたい？お好み焼き。リンはええ子や。お待たせ。ママ。リンちゃんいいな。パパに切ってもらってるの？え？リンちゃんはママに似て綺麗な黒髪やな。え？ドアベル譲ってもらえたんだ。うん、店長が開店祝いにってセコって言うたら怒られた。もうまた照れ隠しのシャレのつもりで言ったんでしょ。長い付き合いやから通じると思ってんけどあかんかった。はあ、昔の流星くんはどこに行ったの？昔のパパ？聞きたい？いらんこと言うなよ。楽しそう。あなたの初恋は実りましたか？あなたは本当の自分を理解してもらえてますか？小さくてもいいから幸せのかけらを見つける。時間がかかってもいいから。初恋の相手と結婚する確率は 1%。 紡いでいけばその先にあるのは 1% の初恋。